このプロジェクトがなければ出会うことのなかった3人がキットカットショコラトリーのことを思って歌を作ってみました。普通のチョコレートよりも深い味わいと優しさを感じました。ちょうどその深い味わいが大切な人から手紙をもらった時のような感覚でしたので、キットカットショコラトリーを大切な手紙に例えて歌で表現してみました。どうぞお聞きください。そっと指でなぞってみるの、色あせた紙、小さな文字をいつの間にか忘れかけてた。思いはあふれ涙でにじむ。綴った文は拙いけれど、未来を照らすあなたの祈り。とさりげなく結ばれた古い手紙、机の奥に戻して、自分に問いかけてみる。温かいその言葉には励まされて生きてます。時は流れて会えずにいても、心はそばに。子供の頃遠い坂道、思い出して笑顔になれる。夕日が描く二つの影は、手をつないだら大きく見えた。歌方のように輝いていた。愛しい日々は私の翼。とつぶやいて、低い空を見上げれば、粉雪がキラキラ舞い、この頬に触れ溶けてく。ゆっくり深呼吸をして、また一人歩き出そう。見守っていて、ずっとあなたの優しい愛で。とつぶやいて、
ラキラ舞い、この頬に触れ溶けてく、ゆっくり深呼吸をして、また一人歩き出そう。見守っていて、ずっとあなたの優しい愛で、時は流れ